株式会社山形テレビは山形県を放送対象地域としテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である略称はユースコールサインは JoyDTV テレビ朝日をキー局としたアンカメの放送局山形新聞と結びつきが深かったが2007年6月に山新グループを脱退した 国内のローカル局において初めて山形新聞社系列の山形放送と共同でザオー三世部に地上デジタル放送対応の送信所を建設2003年に運用を開始した。なお当時は山形テレビも山形新聞社系列だった。運用開始当初はアナログ放送機と送信アンテナ、電源装置のみ設置し、後にデジタル送信機も設置された。 UHF 送信アンテナと鉄道は既存のアナログ放送のものを継続使用している。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展、山形テレビの使用株主はテレビ朝日、朝日新聞。他に毎日新聞、読売新聞、さらにかつては富士テレビ系列だったことから産業経済新聞社、富士テレビジョンの資本も入っている。 以前は山形新聞が筆頭株主だった時代もあったが、マスメディア集中排除原則による行政指導などの理由で山形新聞が原則を超えて保有していた分はテレビ、朝日、朝日新聞を中心に売却された。しかし山形新聞は原則の上限一杯である発行済み株式の10%を引き続き保有。 また山形放送とも株式の持ち合いを行っている。1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日テレビ朝日系列のリモコンキーアイデイ地図村山地方、追玉地方、最上地方、省内地方2011年7月24日定破時点村山地方、追玉地方 小野川局、高畑自宅局の穴穴変換は、らんぼテレビ、米沢デジタル局解説に伴うもの。最上地方、庄内地方、山形テレビ本社1993年4月、ユースは、富士テレビ系列から、テレビ朝日系列へ、ネットチェンジした。ネットチェンジの直接的な引き金とみられるものが、 1989年に開局した FM 山形とテレビ U 山形に対抗すべく実施した新規事業がのきなみ失敗したことである。ハリウッド映画、リアニメーターにグランドツアーへの出資、1985年7月には、ユース、山形放送山形交通、山形総合銀行との5社で設立した健康食品などを扱う製薬会社、 バイオ科学研究所、クルーガーランド金貨の発行、オリジナルビデオアニメ、のぞみウィッチーズの制作など、様々な事業に手を出したものの、のきなみ損失を出す結果となり、収益が悪化した。結果、バイオ科学研究所は、約15億円の債務超過を抱えて、1992年4月、解散し、当時の会長と社長が隕石辞任した。 1992年9月24日に行われた臨時取締役会席場でテレビ朝日系営のネットチェンジが決定。翌25日には当時の社長と東京市社長がフジテレビ本社を訪問するも明確な理由を一切伝えないままフジテレビ系列を離脱しテレビ朝日系営ネットチェンジする旨を伝えテレビ朝日本社を訪れ ネットワーク加盟申し入れを行うが、フジテレビは異議を唱えた。これに対して、フジテレビは1992年12月より4ヶ月間、FNN、FNS のすべてのネットワークセールス番組のスポンサーとの交渉を、ユースだけ単独で行わせるペナルティを課したものの、フジテレビの思惑通りにならずに、ユースは予定通り1993年3月31日、 半ば強引に FNNFNS を大会し、フジテレビ系列の番組をほぼすべて打ち切った。翌4月1日に、案に正式加盟、秋田朝日放送に次いで19曲目のテレビ、朝日系列フルネット局として再スタートした。当時、テレビ朝日系列に加盟する理由は、一般視聴者やスポンサー、さらにはフジテレビに対して一切説明されることはなかった。 騒動が勃発する前年の1991年、山新グループを率いていた山形の首領こと、服部幸男が死去したことで、経営に苦しんでいたユースは身動きが取りやすくなり、富士テレビ系列を脱退するという禁じ手を実行できた。また、一時属していたテレビ朝日系列へのネットチェンジは当然の選択肢とも言える。ただし、ネットチェンジを決定した当時の役員は、 株主の意向と理由を説明している。そのユースは、開局当初、日本教育テレビ系列になる予定で、それを前提として、朝日新聞、毎日新聞系列の株主が多数存在していた。結局、開局前に、株主と経営者間で紛争が生じ、調停人だった松沢雄造がハットリに調整を持ちかけ、元来関係が乏しかった山新グループに入り、 山形新聞と YBC 両社から15人がユースに移籍。さらに、ハットリと鹿内信隆富士テレビ会長との間の個人的な関係や、YBC での富士のネット比率も最も少なかったこともあり、ハットリの鶴の一斉で富士系列となった。1970年代終盤に毎日系の株式が朝日関係者に渡ったため、 同社の株主の多くが朝日系となっていた。ネットチェンジを行った1993年3月、末日までの新聞のユースのテレビ欄には完結していないドラマアニメも含めマークが並ぶこととなった。自社制作番組やテレビ、東京系列番組など一部は継続し、山形テレビで放送していた日本テレビ系の番組も NNNNNS 単独ネット局となった。 ワイビシへ移行。ネットチェンジは、ワイビシの協力もあり、スムーズに遂行された。唯一、東海テレビの昼、ドラのみ、先行して3月31日に、最後の3日分の放送が実施された。ネットチェンジにより、山形県において、テレビ朝日の看板番組であった、ニュースステーションがスタートした。また、ワイビシでは、時差ネットを余儀なくされた番組が、 ネットチェンジにより同時ネット化された。また、上記のように、ワイビシの協力によりネットチェンジされたため、1980年からワイビシとユース間で続いていた変則的なクロスネット状態は解消された。しかし、当時のテレビ朝日は視聴率で富士テレビに完全に水を開けられている状態にあり、人気番組もそう多くなかった。山形地区視聴率調査においても、 前日の平均視聴率は、1992年12月期までは、トゥーヒーと、金差ではイビシに次いで2位を記録したものの、1993年4月期以降は、トゥーヒーに抜かれて3位に転落した。また、ネットチェンジに伴いフジテレビは1993年4月1日に、山形県内の FNN の取材拠点として、フジテレビ、山形支局を開設した。 山形県内で放送継続したフジテレビ系列の番組ネットチェンジによって山形県はフジテレビ系列の空白地域となりフジテレビはニュースとネットチェンジに協力したとみなした YBC に対してもフジテレビ制作番組はもちろんのこと関西テレビ制作番組などフジテレビ系列局各局制作番組も含めて一部の例外を除くフジテレビ系列全体の 番組販売を拒否し、富士一局に対しローカル局三局、山形県側絶対優位と見ていた業界を驚かせた。そのため、1993年4月から、らんぼテレビが開局するまでの4年間、富士テレビ系の番組は、下記の例外を除いて、トゥーヒーのみが購入して深夜及び午後のローカル枠にて放送していたが、編成上の都合などの関係から、 サザエさんなど一部の番組しかネットされず、特に平日昼の森田和義やは笑っていいとも。が、山形県ではらんぼテレビ開局まで遅れネットさえ実施されなかったことで、ユースやトゥーヒー、富士テレビに苦情が相次いだ。この結果、ユースのネットチェンジ以降におけるユースとアイビッシュの2局における系列外番半ネットはテレビ東京系。 独立放送局、芸能事務所、レコード会社、通販会社などの外部企業、系列の垣根を越えた制作委員会方式番組のみとなっている。ネットチェンジする8日前の3月24日、生放送内で視聴者からのファックス紹介をしていた MJ、ミュージックジャーナルマイナス A、山形県での放送が打ち切られることになったため、どうしても見たいのに見られなくなる。 近隣県の系列局で見なければならないなどのメッセージが多数送られ、それが紹介されるという事態が発生した。フジテレビ系列制作分の未記載し、フジテレビがキーステーションであるものの民放各局の共同制作である番組は除外とする。ネット陳ジ後も、裸の大将放浪記など、過去のドラマアニメの一部については、ユース・ワイビッシュの両局で再放送されていた。 これは、富士系時代にユースでの放送実績があり、なおかつ、富士テレビ FNS の優先放送権が失効していたため、販売拒否の対象から外れたことが放送できた原因と思われる。その後、山形財界や富士テレビ、さらに東北地方系列局の後押しや山形県民の署名運動もあり、1997年4月に、 富士テレビ系列局、らんぼテレビジョンが開局。山形では4年ぶりに再び、富士テレビ系列の番組がリアルタイムで視聴できるようになった。なお、らんぼテレビ開局後の1997年7月に放送された FNS27 時間テレビにおいて、小福亭鶴部がらんぼテレビを、嘘やん。あれ山形テレビちゃうのそれ もともと違うのと発言し、出演したサクラんぼテレビアナウンサーが鶴瓶の発言をフォローする一幕があった。一方、ネットチェンジの苦境を乗り越えたユースは、平成新曲の多いテレビ朝日系列、特に東北ブロックにおいて制作力底上げに貢献。2007年には山形新聞グループを脱退し、名実ともに朝日新聞系列の仲間入りを果たした。 2017年には、テレビ朝日ホールディングスの持ち分法適用関連会社の一社にもなり、現在に至る。なお、ホームページの会社概要欄や過去を振り返る番組などでは、ネットチェンジに関する事柄は一切触れられておらず、事実上のタブーと化している。ただし、FNS のホームページの遠隔欄には、山形テレビがネット解消を 通告と書かれている。山形テレビのネットチェンジ天末については、小田切誠著テレビ業界の舞台裏、2000年のテレビジョンに詳しく、書かれている。2020年6月現在。テレビ、東京系列の番組の放送数は、テレビ U 山形に比べれば少ないものの、山形放送と、ほぼ互角である。1999年9月1日。 開局30周年を記念して、イメージキャラクター、ミルルン星人が誕生した。核となる緑のミルルン星人の名前は、ミルルン、アットアットで、ミルルン星からやってきた宇宙人という設定である。なお、ミルルン星は、宇宙のカナタワイ38星雲にあることになっており、男女の区別もない。他に、仲間として、妖精型のミニミルたち、 アニマル型のミルルンミルポッチが設定されている。キャラクター群は金曜23時10分から放送されているミナイトの紙芝居形式のコーナーミルルン劇場で起用されているほか番組公式サイトでも紹介されている。また関連商品として飲料水ミルパインサイダーや菓子食べてミルルンなどが販売されている。 男性女性男性女性視聴率は1993年以降、山形放送に主位の座を奪われることが多くなり、2015年現在でも三冠王を獲得したことがない。ただし、キー局のテレビ朝日の視聴率が2000年代後半以降、好調傾向にあり、2位に躍進することが多くなった。実際、2008年の年間、年度視聴率で、 山形県内の民放局では、全日、プライムタイムで2位であり2012年年間視聴率は、県内の民放局では、全日、ゴールデンプライムタイムで2位であり、2010年代前半以降は、全国的に、富士テレビ系列の交代や、テレビ朝日系列の好調も重なり2位になることが、多い。なお、2017年年間視聴率では2位を、 テレビ U 山形に譲り3位に転落した過去、ありがとうございます。